シャイアンはアメリカ合衆国のテレビ西部劇クリーントウォーカー主演南北戦争後のアメリカ西部を旅をしながら一人でたくましく生きていく男の物語でアメリカでは1955年に ABC から放送され日本では1960年5月から当時の KRT 同年12月より TBS で放送されたモノクロ制作はワーナーブラザース 先住民と白人との間に生まれて、やがて身分を隠して、軍隊の偵察員として活動し、また一方では、ネバダ州の副保安官でもあるシャイアン・ボーディを主人公に、西部の各地を巡りながら、悪と戦う姿を描いている。アメリカでは7年続くシリーズとなった。主演のクリント・ウォーカーはこの作品で、スターとなった。また、ハリウッドの大手映画会社のスタジオで制作された。 初めてのテレビドラマであり t v シリーズとしては初の1時間番組でもあった。クリントウォーカーアメリカでは ABC で1955年9月20日から1962年12月17日まで放送され7シーズン全108話で終了した。放送時間帯は月曜日19時30分20時30分であった。スタートは1955年秋であったが、この シャイアンは必ずしも単独の TV シリーズではなく第1シーズンは制作会社のワーナーブラザースが ABC にて放送した一つの番組ワーナーブラザースプレゼントの中の一つのシリーズとして放映されたものであった他のシリーズはカサブランカキングスローでこの2シリーズと交互に放映されて第1シーズンはわずか15本の制作本数であったその後も 第2シーズン20本、第3シーズンも20本で、常に他のシリーズとの交互放映であった。そして第3シーズン終了後に、制作会社ワーナーと契約公開で揉めて、1958年のシーズンを棒に振り、その間にシャイアンの代わりに制作されたのがブロンコであった。そして1959年秋の新シーズンに、 契約問題が解決して復帰したことで、ワーナーはそれ以外にも制作していた、シュガーフットと前年スタートした、ブロンコとシャイアンの3作品を合わせて、ザ・シャイアンショーと名付けた一つの番組で3作品を順繰りに放映するスタイルをとり、1961年秋からは、ブロンコとの2作品で、各種放映となった。この放映形態が日本でも行われることになった。 日本では1960年5月2日から1961年5月1日まで KRT で放映。放送時間は月曜日19時20時。全く同じ時間帯で日本テレビはボナンザをこの年7月から放送を開始して当時としては大人が見る重量感のある西部劇が同じ時間帯となって西部劇ファンはどちらかを選ぶしか方法はなかった。 そして1961年5月1日で一旦、放映は休止し、そして自番組で放映されたのが、ブロンコであった。シャイアンとは、兄弟番組のような関係で、兄がシャイアンで、弟がブロンコ、そしてシュガーフットであったが、放映を始めると、日本では、弟分のブロンコの方が人気が高く、やがて翌1962年2月で、 ブロンコの毎週放映を終えて、翌週3月5日より改めて、シャヤンとの各週放映を始め、番組名は、ブロンコシャヤンとなった。その第一回は、シャヤンシリーズの1エピソードだが、これに、ブロンコのタイ・ハーディンも、シュガーフットのウィル・ハッチンスも、同じ役で出演していた。そして翌百六十三年四月八日で、ブロンコの全十八話が終了したのに伴い、 ブロンコシャイアンは終了。そして翌週からガンスリンガーシャイアンにタイトルを改めて再スタートした。このガンスリンガーはアメリカ CBS が制作した西部劇で62年の正月明けにわずか12本が放送されただけで終わったもので、シャイアンとは制作会社も放送局も違い、本来は別々に放映されるものであったが、シャイアンと抱き合わせの形で、 各州放映となった。そして1963年8月26日のシャイアンの最終話の放映で終了となった。その後東京12チャンネルが1967年から本来のシャイアンというタイトルの他に荒野の岩ン乗務用の拳銃というタイトルでも放送した。ありがとうございます。